いつもご視聴ありがとうございます。京浜急行電鉄さんから出ている、葉山女子旅切符でショートトリップしてきました。品川駅からだと、逗子葉山駅までの運賃に、ご飯券とご褒美券がついて3500円。それに、バスの1日乗車券がついているとってもお得な切符です。しかし、私たちは食い意地が張っているため、朝食に食べ放題のパンを食べることにしてしまったのでした。まず最初に出てくるカゴ盛りのパン、ブリオッシュ、塩パン、カレーパン。その後はクロワッサン、食パン、ソーセージパン、カマンベールパン、ブドウパンなどなど覚えきれない、食べきれないほどのパンを食べていきます。最後、アップルパイで終了です。満たしすぎたお腹を消化すべく、街歩き開始です。まずはバスで駅まで戻り、別のバスに乗り換えます。フォトジェニックを求めて、リビエラ逗子マリーナにやってきました。おお、まるで南国のハワイのようです。すごいなぁ、ちょっと踏み入ることのできない異世界のようです。アメリカ映画のような感じもします。まさか、本当にハワイな気がしてきました。永遠に冬など来なさそうです。もしも雪が降ったら八王子ではなく、ここからの中継をお願いします。それにしても全くお腹が空きません。ご飯券でランチとなると、2時までに食べなくてはなりません。とりあえず観光を続けます。森戸大明神に行きましょう。ヨットの発祥地はここ葉山だそうです。本当にたくさんのヨットが浮いています。海のスポーツも山のスポーツも馴染みがないので苦手ですが海の方が怖い気がします。ヨットと言ったらこの人を思い出しませんか？葉山マリーナではクルージングやレンタルボートなど海のアクティビティが集まっています。併設するマリーナプラザではショッピングやお食事ができます。でも私たちはまだお腹が空いていません。先にご褒美券を使うことにしました。選んだのはケーキ3個です。お持ち帰りのみです。他にはコロッケやプリンなどがありました。内容は変わる場合もあるそうです。結局、お腹は空かず、ご飯券もテイクアウトできるところにしました。葉山女子旅切符は非常にお得ですので、おすすめです。ただし、ご利用の際は計画的にお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。まったねー。